はいどうもじですえー、今回はね、えー、っと、フジテレビに関してのえー、動画なんですけど、えー、今後ね、あの、月曜日の夜9時台から11時台はどうなっていくのか、ちょっと想像していきます。で、まずね、9時台ね、月9あ、いいドラマなんですよね。まあ、お母さんも見たことあるんですけど、まあ、もしね、えー、っと、 まあまあ、あの、スポンサーが付き悪いじゃないですか。でも、視聴率も悪いじゃないですか。で、もし、9月の末に終わったら、もう完全にもうあれ、あれですね。まあ、後で話しますけど。で、10、10, 10代ね、あの、申しずれも、しかしてずれてるってあれ、あるじゃないですか。あ僕は見た,見たことないんですけど、まあ、あれね、あの、9月末で終了して、 もうあの、新しい特番シリーズをあの出すべきですね。で、あの、11時にやってるキスマイブサイクも、9月末か、まあ、来年の、えー、3月末であの終わらせるべきですね。で、あの、さっきまで隠してたのは、えー、月曜プレミアム。これはっきり言いますと、2016年10月に、 2016年、これが月末に終わらせた日曜ファミリアです。それね、あの、ちょっと、1年、半年、半年ぐらいに、えっと、復帰ですかね、1年半ぐらいの復活。それの、あの、月曜版。つまり、日曜ファミリアから、一旦、えっと、ちょっと、中断して、 えーと月曜日に移動っていう感じでねあのタイトルが「月曜プレミアム」まあそれで合えばいいんですけどまあそれで違ったらおそらく月9だな <laughs> まあ、月9はもう9月で終わってほしいんですけどまあもしずれもまだまだ1年か2年は続けるであろう、まあ、ですねまあキスマイブサイクはお母さんが好きだと思うんですけどまあまあまあねまあ 一年か二年で終了するや、ば <laughs>、そうね。<laughs> ここまでご視聴ありがとうございました。